第6レース予選競争スタートしました。さあまず2コースから2番の丸のいいスタート、4カード4番の古月も好スタートでしょうか。インから先手を取りに行く1番湯川、湯川が逃げます。差しに行った2番の丸のが大きく振り込んでしまった。伸びを中心に出足も加えていくという調整。そうですね、もうそれが理想です。ですよね、はい、現状伸びはありますか。伸びはまずまずいってますね、はいはい。さあ次の11レース勝負になりますけれどもね、はいはい、内側にはドライバーショットのような、はい、はい、そうですね、もうサンドウィッチ持っていきます。第11レース予選競争スタートしました。まずはうちの2艇3艇がいいスタートか。一周の1枠1番2番早くも2番の藤山がまくっていく。その間を割って入ったのが3番湯川浩二です。ここでトップ争いは2番3番にもう1艇内から伸びてきました。4番の権藤俊光、先陣争いはまず2艇内が3番湯川、外2番の藤山、さらに内から4番の権藤もチャンスを伺います。スタートは正常第2ターンマーク繰り返し、先頭立ったのは3番の湯川浩二です。一周1マークを迎えるわけですけれども、2号艇の動きに乗りましたね。そうですね、はい、イメージ通りでしたか。そうですね、ドライバー持ってはったので、はい、サンドウィッチでサンドウィッチでね、はい、コロッと行きましたね。ただその裏付けとなる1マークのね、回り足、はい、入り口出口、これはどうだったですか。あ、ま、昨日よりは回り足向上してます。はい、明日も精一杯頑張ります。応援のお願いします。